とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日は金装備のいいやつ出たよ。まあ、俺の大好きな装備なんだけど、はい。ホークブランドの金色、出たんだけど、スキルがね、これどうなの？痛みサイクルレベル3。強いのよ、痛みサイクル。最大まで上げると、5倍ダメージが出るのよ。5倍ダメージ。それにクリティカルが乗ると、かなり、すごいと思うんだけど、HP はね、ガシガシ減るんだよね。どうなの？まあ、実際攻撃してみるよ。こんな感じ。ダメージはゴリゴリ出せるんだけど、800万か。900万ぐらい出せるけど、HP が、もうみるみるうちに、減っていくのよ。どうかな？まあ、スキルはこういう感じなのよ。スキルこんな感じで、輝きを、2つつける。いや、意味ないな。輝きと、吸血2つ？いや、もうむしろ輝き1個で、なんとかなるかもしれないから、輝きと、これは衝撃波だろう。ホークブランド衝撃波結構ね、相性いいのよ。で、ここ。ここを、これ微妙なんだよな。ダイナモは使えないし、スタンも微妙。8か。まあ、8だろうね。できれば重力ぐらいがいいんだけど、これでいきます。8。輝き、衝撃波。で、金スキルが、痛みサイクル。さあ、これ、使えるんでしょうか？実際に、行ってみましょう！では、どんな感じだろうが、なんかね、スキルだけど、エーリって強いんじゃない？高レベルになるにつれて、かなり能力が、アップすると思うんだけど、あれ、攻撃力が 20% アップでしょ？ホークブランド、249のパワーで、55万なのよ。55万。これに 20% かかると、11万プラスだからね。おー、今のパワーのレベルで、エーリつければかなり強いじゃない？うわー、HP むちゃくちゃ減るな。回復できねえぞ、これ。いや、待って待って、これまずいな。ちょっと待って、この霊気の中では厳しいわ。うん、霊気の中では厳しい。ここで戦ってみよう。おう、うん、ちょっと待って、なんだこれ厳しい。これものすごい厳しいね。まあまあ、8は結構いいのかな。いやー、痛みサイクルのダメージが、これとてもじゃないけど回復できないな。ちょっと待てよ。ここら辺で試してみよう、もう一回。いやー、これは回復できねえ。ギリギリだ。うわぁ、厳しい。これ厳しい。ちょっと待って。まあまあ、衝撃波があるから、なんとかやってるけど。これ厳しい。これ相当厳しい戦いだよ。まあまあまあ。まあね、回復はするよ。若干なりとも。でも痛みサイクルのダメージがでかすぎて、とてもじゃないけど回復が追いつかない。これ輝き2つとか、吸血を1つ入れるとか、そういうレベルじゃない。もうとにかく HP が減りまくって、とてもじゃないけど、戦
っていけないぞこれ。まあまあここでボス戦ってみようか。ああこれはあれが入ったね、ドラが入ったね。これは弱いぞ。これダメージをもらわないにしても HP がこんだけゴリゴリ減っていくと、まあ、とてもじゃないわこれ。使えませんこれ。諸刃の剣ももういいところだよ。とんでもない諸刃の剣だ。諸刃も諸刃、しかもそこまで火力のない諸刃の剣だな。いやー、いやいや、あの痛みサイクルはあの機械ソーブレード以外には合わないかな。ホークブランドのこの攻撃スピードであの HP の減り方だから、これ締め具とかについたらもう一瞬で HP ゼロになるぞ。いや、痛みサイクルはちょっとよろしくないな。よろしくない。確かに強さはあるけども、諸刃の剣すぎてダメだ。ということでこの金色のホークブランド、これ売ります。これダメだ。全然ダメ。こんだけ HP 減ると戦っていけないので。はい、またね、金色の強い装備探してみます。頑張ろう。ではね、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。